どうもイットです。今回はですね、昨日からついに公開の始まりましたこちらの映画流浪に剣心最終章ザ・ビギニング、こちらですね本日見てまいりましたので、そちらの感想ネタバレなしで話していきたいなと思います。まずですね、こちら今回流浪剣ですね、実写映画流浪剣は今回のザ・ビギニングをもって完全完結を迎えましたということね、制作陣の皆様、本当にお疲れ様でした。そしてですね、こんなに素晴らしい実写映画、やっぱ実写映画って失敗する作品、まあ原作の漫画だったり、まあ、アニメとかのね、本当素晴らしさを消してしまう作品、逆に悪くなってしまった作品って数多く見てきたんですけども、やっぱ流浪剣っていう映画は最後まですごかったなと、いうのを思いまして、本当にね、もう感謝しかないです。本当にありがとうございました。っていうところをまず言ってから話したいと思うんですけども、今回ね、流浪に剣心で最終章という名の通り、完全完結です。実写映画はこれをもって今回完全に完結を迎えました。で、ザ・ビーニングってね、流浪に剣心の映画の 5作目となってまして、で、この最終章は2部作構成になってます。ザ・ファイナルとザ・ビーニングという形で2部作になってまして、ザ・ファイナルはですね、公開の始まってる作品になっております。で、ザ・ビーニングの方は昨日から公開の始まったと。で、今回そのザ・ビーニングですね、感想を話していくという回になっております。ちょっと前振り長くなってるんですけど、ザ・ファイナルの方はすでに僕自身見に行ってまして、それで感想とかも上げてるんですけど、まあ、素晴らしかったですね。まあ、素晴らしくて、ザ・ビーニングの方は見に行く必要あんのかなとか思いつつ見に行ったという人間に申し訳ないことになっております。で、今回ですね、ザ・ビギニング、どんな内容かっていうと、日村剣心、流浪に剣心出てくるその主人公はいかにして出来上がったのか。まあ、彼っていうのはもともと人斬り抜刀斎っていう子で、まあ、幕府の人間も世の中を良くするために、自らの手を汚しでも人を斬りまくると、人を殺しまくってたんですよね。まあ、そんなキャラだったんですよ。そんな彼が、まあ、不戦の、まあ、ちぎりみたいな、不戦の誓いみたいなの立てて、まあ、酒場刀ってね、まあ、人を斬っても、まあ、上手に、まあ、刃が逆になってるんで、斬れないと。そんな、まあ、酒場刀を握って戦うようになった。その、経緯ですね。いかにして彼が、まあ、今の日村剣心が出来上がったのかって描かれるのはこのザ・ビギニングとなっております。これまで流浪剣はその酒場と戦っている、その決して人を殺さないぞと。斬るんだけども殺さないぞっていうのが主人公だったんですけど、その殺さないになるまで描かれているのはこの今回のビギニングとなっております。で、僕自身ね、見に行こうか迷った、まあ、見に行く必要あるのかなと思ったって要因が、これまでも結構、こう描かれてたりするんですよ。ザ・ファイナルをね、見てる方は分かると思うんですけど、まあ、日村剣心の過去ってこれまでもかなり描かれてて、まあ、ちょっと、まあ、断片的ではあるんですけども、大体分かるんですよ。どういう結末になって、あ、だからこれで切るのやめたんだね、みたいな。あ、だからその、ね、今酒場で戦ってんだねって、そういう過去がね、すごい分かるようになってて、特にザ・ファイナル、まあ、先日公開の始まってる、そのファイナルの、まあ、最初の一部作、一作目ですね。こちらの方でもうかなりほとんど分かる感じになってるんですよ。だから今回の映画の結末も、まあ、こうなるの分かってますよって感じになります。まあ、それもちろんね、まあ、その過去を描いてるわけですから。でも正直だから、その、もう分かってんだし、見に行かなくていいんじゃないかと思ってはいたんですけど、いざ見てみたら、わー、すごいぞと。見えてよかったっていうのはすごいね、思いました。やっぱその、まあ、断片的ではあったんだけど、やっぱ、ここなんでこうなったんだろうって、やっぱね、結構疑問に思う部分とか、まあったと思うんですよ。ネタバレなんで、ちょっとすごい曖昧な表現になっちゃうんですけれども、まあそういったその、これまで疑問に思ってた部分、謎だった部分が、もう本当にもう、見事に全部解消されるのは今回のビギニングで、だから剣心が、だから彼女が、まあ、雪城友恵っていうね、まあその、かつて剣心が愛した女性みたいなのが出てきたりするわけなんですけれども、まあその、まあだからこうなったのとか、もう本当にね、疑問が全部解消される、最終章2作目完結作品になってたのかなと思います。で、今回の作品見て間違いなく言えることは、今回のザ・ビーニングを見に行ったら、間違いなく1作目から見返したくなると思います。まあ、それぐらい、あ、このキャラがこうなったのね。あ、このキャラが最終章のラスボスになるね。とか、このキャラが1作目に出てくるのね。みたいな、もうすごい繋がってるんですよ、やっぱりね。もう、でも超気になるなって、もう僕も今すぐ1作目見たいなっていう内容になってました。で、まあ劇場ね、僕自身はもちろん一人で見に行ったんですけども、他ね、劇場にいらっしゃった方は、いや、また見返したかったねって話をされてて、まさしくその通りだっていうところで、まあ皆さんね、エンドレスだって言ってましたけど、まあ要するに1作目から5作目を見て、ザ・ビーニングを見ると結局また見返したくなるわけですね。で、永遠に見ちゃうぞっていう話なんですけど、まあ、僕自身もほんと4作目まで一気にまた見返したいなって、すごい思うような感じで、うまくストーリーが広げられてたかなと思います。で、まあ結末分かってるからいいじゃんって思う方もいらっしゃると思うし、まあ、どうしてもやっぱね、辛い感じになっちゃうんですよ、どうしても。まあまあね、たまになっちゃうとこれが限界なんですけど、まあ、今回のザ・ビギニングってすごい辛い感じで終わってしまうので、これどうやってまとめんだろうと。まあ、すごいバッドエンドでドヨーンってした感じで終わっちゃうのかな、みたいな僕は思ってたんですけど、そのまとめ方もね、すごい上手かったなと思いますね。
あ、こうやって剣心が出来上がっていくんだって、こっからルロケンが始まるんだみたいな、もう描き方がすごいね、良かったなと思います。うん。で、この作品っていうのはもともとそのバトルシーンというか戦闘シーン、まあ盾ですよね、その剣で切り合うシーンっていうのが、まあすごい定評になって、まあ人気もありまして、もちろん佐藤健さんのかっこよさとか、まあヒロインたちの可愛さとか、まあいろいろね、キャストの豪華さとかもあったわけなんですけども、まあそのやっぱ戦闘シーンもさることながら、やっぱそのストーリー、脚本の面が今回はすごい良かったのかなと思います。で、今回のその戦闘シーンとかの面に関してやっぱすごい辛いですよね。うん。まあいつもの日村剣心っていうキャラは、酒場とってキャラで、まあ殺さないわけですよ。まあ主人公、まあよくあるあるですね。まあそのドラゴンボールでも人がなかなか死にませんみたいな人でしょうね。まあ人を普段はね、まあ、殺さないわけですよ。情けをかけてあげるキャラなわけなんですね。本当に正しさのために、世の中を良くするために戦っていくってキャラなんですけど、まあ今回やっぱザ・ビギニングってね、もうほんと殺しまくりっすよ。もうエグいです。結構エグい。うん、やっぱりまあ血とかも出まくりです。結構グロい。まあグロさで言ったらザ・ファイナルの方があったかなと思うんですけど、やっぱその実際の剣で殺していく。うん、やっぱその死んでいく、亡くなっていくキャラの中でもやっぱすごいいい人とかいるわけですよ。何も全員が悪党で、おら、おら、世の中なんかそんな、なんかその、なんていうんですか、民衆の人からなんか全部取り上げてやろうみたいな。俺は金出せやみたいな強盗みたいなやつばっかりないわけですよ。みんな世の中を良くしようとも戦ったりする人ばっかりの中で、そんな人をやっぱその、自らも世の中を良くするために倒していくみたいな、まさしく戦争っていうんですかね。っていうのがすごい描かれてるんで、やっぱ辛い、やっぱね、辛いですね。本当に、シリアスな感じになってるし、まあ、よりなんか覚悟を持って見なきゃいけないのかなっていうのは思いました。うん、でもそんな中でもやっぱり、うん、なんか希望が持てるというか、描き方として、やっぱり、まあ、すごい上手かった。うん、さすが、ね、こんだけヒットをかましてきたルロケンの最後にふさわしい作品になってたんじゃないかなと思います。いや、本当にね、もう一作目から見返したいなっていうね、思いがすごい強いですし、まあ、で、多分、初見で見に行って大丈夫かなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、正直初見で見に行っても、問題はないと、思います。うん。やっぱね、そのザ・ビギニングということで始まりですから、キャラが誰とか分かんないことあるかもしれないですけど、問題はないと思うんですけど、まあ、やっぱね、1作目から4作目見て、5作目見た時のこの感動をね、味わってほしい、皆さんには。うん。まあ、時間ない方はぜひね、ビギニングだけで見てほしいってあるんですけど、やっぱその、1作目から4作目見て、このビギニングを見た時のこの感動、うん、なんか、あ、これがこうなっていくんだ、みたいな、この、なんていうの、言葉でうまく表せないですけど、っていうのがすごい、現れてたなっていうのは、思いました。で、今回僕はちょっとね、身にしみて感じたことが、もっと歴史の勉強しときゃよかったところで。まあ、ルロケンってね、やっぱその幕末のね、まあその新選組とかね、まあいろんなキャラが出てくるわけで、まあ今回もね、斎藤はじめとか、沖田総司とか出てきたりするわけなんですけど、やっぱね、僕もいかんせん歴史の知識が薄いが上に、その辺ちょっと分かりきらない部分とか、多分歴史としてあ、ここのこのキャラが出てきたとかテンション上がる部分も分かんないとかって、そこがちょっと残念だなとか、僕自身にもっと歴史詳しければっていうのはすごい思ったんですけど、まあ歴史で知識がなくて別にすごい楽しめる作品ですし、本当にね、まあ完結を迎えたわけなんですけども、それにふさわしいね、素晴らしい作品、本当にまた一から見直したくなるような素晴らしい出来になってたので、まあぜひね、見に行くか、ファイナルでもう正直完結したいなと思ってる方も見に行ってほしいし、これを見たら、あ、ここがこうなってたのかと、もう全部の謎、疑問が一気にバーンと解決して、まあよりね、この作品が好きなの間違いないというのを思っております。という感じですね。今回の動画は以上となります。コメントありがとうございました。それでは、さよなら。